キノワスタイル。キノワスタイル。キノワスタイル。こんにちは。FM コザ FM ギノワンをお聞きの皆さん、この時間からは FM ギノワンのスタジオからギノワンスタイルをお送りします。今日もいい天気の、あの海と草原が一望できるスタジオからお送りしていきます。さあ、それでは早速ですね、今日もね、目の前にとってもなんか可愛らしいゲストさん、可愛らしいって言ったら失礼かな綺麗なゲストさんが座っておられますので、早速自己紹介お願いします。はい、宜野湾市普天間で7月の末に小さなアイス屋をオープンしました、カフネの店主葵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、7月だったんですか、オープンしたの。そうですね、あの7月の末からひっそりちょっとプレオープンも兼ねて始めて、はい、今ちょうど1ヶ月半ぐらいですかね。お、はい、あの普天間の郵便局の向かいぐらいですよね。あ、はい、そうです、はい、郵便局の目の前で、あの人気の台湾料理カレンさんの斜め前です。はいはいはい、あの前から気になってて、でオープンしたっていう噂も聞いていたので。あ、そうだったんですね。ちょっと前にね、初めて食べに行ったんですけど、はい、美味しかったです。ありがとうございます。はい、あのその時食べたのは、カフネさんで食べたのはチョコレートのアイスと、はいはい、バニラ。バニラ、そう、なんか最初だからちょっと定番の定番のそうそうそう、はい、やつにしようかなと思って食べてみたんですけど、なんかもう幸せな気持ちになりました。ありがとうございますあのシンプルな素材で、はい、あの手作りで何もこう添加物とかも入れないで一応作ってます。あ、そうなんですね。はい、いや、なかなかそういう手作り、なんか市販のアイスしか食べたことないっていうか、あんまりね、そういう少ないですよね、お店が。はい、はい、なので、あ、だからこうなんかじわじわこうなんかね、優しい味がして美味しかったのかな。甘さ控えめですね。はい、あー、そうか。あ、でも、うん、あ、私ちょうど良かったです。あ、良かったです。ね、ツイキャスで、ゆきさん、あおいさん、お疲れごっくんちょうってひーふーみーさんから来てますので、カフネってどういう意味ですかって。あ、カフネがですね、ブラジル、ポルトガル語圏で、大切な人、まあ、恋人だったり家族だったり子供の頭を優しく撫でるっていう意味らしくて、はい、で、好きな絵本の中から撮りました。あ、そうだったんですね、はい、CAFUNE ですよね、はい、あ、私あのカフ、あの沖縄の言葉と思ってました。あ、そう、なんかちょうど響きも、うん、カフーに近くて、はいはい、まあ、カフーも家宝だからいい知らせって意味で、うん、とってもなんかそれにも近くて覚えやすくていいなと思って。あ、はい、そうだったんですね。あ、でこのアイスがまたまん丸濃いのがコロコロしてるから、ちょっと撫でるこの頭みたいなちょっとそれは考えたことなかったけどでもそうですねおー、あ、でもなんかね、幸せな感じのイメージのね、いい名前ですね、はい、カフーね。ありがとうございます。はい、で今日はそのね、カフネの店主さん葵さんに来ていただいてます。でアイスいつもね、あのとっても、で特徴としてはもう外から丸見えっていうか、こうあのとってもオープンな感じですよね、お店が。そうですね、あの友人が借りていたところを私が譲り受けたんですけど、もともとガラス張りだったので、うん、結構丸見えですね、はい、でおしゃれですよね。あ、もうでもそれもほとんどそのまま譲っていただいて、はい、あのなんかこうひんやり涼しげな感じ、あ、風通しがいい感じで、うん、こうなんか半分外にいるみたいな、でも屋根もあるしなんかこれからちょっと涼しくなったら窓開けててもいいかなと思ってます、うん、はい、お、なんかね、また普天間にいいスポットができたなと思って。 ありがとうございます。はい、中で食べることもできますか。あ、はい、あの中で食べるのもできるので、うん、ぜひゆっくりしてもらえたらなと思います。いや、ちょっともうちょっと説明したいな。どう、なんかね、打ちっぱなしっぽい感じではない。そうですね、コンクリが結構見えてる感じで、うん、なんか結構
インテリアもなんか椅子とかもカラフルでしたっけ。そうですね、結構あの古いものが多いんですけど、バラバラでちょっと座り心地あまり良くないかもしれないんですけど、こうなんか毎回こうどこ座ろうかなってちょっと楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。あ、でも居心地いいです。あ、本当ですか、よかった。はいはい。でアイスはいつも何種類かあるんですか。だいたい6種類なんですけど、定番のもの、それからシャーベットっぽいもの、はい、あとは季節の野菜、果物、素材を使ったものがだいたいこう日替わり週替わりぐらいでいろいろ6種類揃います。へえ、これは朝から葵さんが仕込まれてるんですか。あ、そうですね、全部一人で。あ、じゃあ手作りなんですね、一、はい、人で。あ、ひふみさんがいい名前だって来てます。ありがとうございます。カフネぜひ覚えてください。そしてあのこちらでね、あのアイスいただけるんですけど、今ちょうどイベント期間中なんですよね。はい、はい、明日から土曜日まで今期間中で折り返し地点なんですけど、はい、うんうん、これ見える人は見えるのかな。映像も映ってますけどね。あの、はい、アイス日和、はい、アイス日和という展示のイベントをやっています。展示はどんなものが。はい、アイスがもっと美味しくなるっていうテーマで、あのアイスを入れたくなるようなデザートカップと、あとスプーンなどのカトラリーを用意してますね。はいはい、ちょっと先ほどね写真撮ってフェイスブックには上げさせてもらったんですけど、かわいいです。もうアイス食べたくなるもうアイス専用ですね。そうですね、でもあの結構あの手記としてお酒入れたいって言って買われる方も結構多いですね。確かにワインとか入れてもいいかもしれない。はい、はいはいはい、はい、そうそう、こんな感じの足つきの器が結構いろいろありますね、うんうん、ちょっと高い足がついた。そうですね、うん、はい。でこのカラトリスプーン、真鍮のスプーンもね持ってきていただいてるんですけど、こちらも作家さんの作品ですか。こっちも作家さんの作品で、うん、こうなんか手仕事をでいろいろものづくりされてる人たちの作ったものを実際に触れて選んでもらえるので、うんうん、そういう時間も楽しんでもらえたらなと思います。あ、じゃあ今アイス日和っていう名前で、はい、この陶芸なんですよね、このデザート。そうですね、こっちは陶芸でカップっていうか、なんていうか器は、デザートカップは中村家の仕事というご夫婦で器作りをされてる方たちの作品ですね。すごい絶妙になんかこう現代的であのおしゃれでも陶芸作品、なんかちょっと不思議な、またあのこう柄が入ってる沖縄のやちむんとはちょっと雰囲気が違って、うんうん、あ、はいはいはい、まあシンプルなものが多いんですけど、うんうんうん、使いやすそうですね。そうですね、うん、あと今日ちょっと持ってきてないんですけど、お店のアイスカップもこのお二人に作っていただいていて、であの私が黄色が好きでお店のカラーが黄色なので、うんうんうん、展示限定のちょっと珍しい黄色い釉薬の器も用意してます。はい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 、あ、確かあのなんかレモンイエローみたいなすごい鮮やかな、ね、はい、色でしたよね。あー、もう目で見ても楽しいですよね。そうですね、はい、で陶芸作品とこの 金属、はい、金細工とソーシングで、まあ、カトラリーとあとはこの2組ドラさんという金細工の方と、はい、陶芸の中村家の仕事一緒に来てくださっているので、はい、今回特別に陶のパーツと金属のパーツを組み合わせた、うん、あのコラボで生まれたアクセサリーも一緒に展示販売してます、ね、いいですね。アクセサリーも見たら欲しくなりそう。そうなんですよ。じゃあこちらが土曜日まで、今週土曜日まで開催中なんですね。はい、土曜日まで、はい、水木金土は11時から5時までですね。はい、わかりました。宜野湾市普天間2丁目の郵便局の向かいのねカフネというお店ですので、そちらで開催中です。はい、ぜひアイスも食べながら陶芸作品金属作品も見ながら楽しんでもらえそうですよね。はい、はい、足をお運びください。今日はカフネの店主の葵さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。宜野湾スタイルお送りしました。おすすめですよ。
田辺さんは 何回、週に何回ですか？あ、この番組は火曜日担当してるんですけど。